これただ単に急に思ったことをちょっと思ったんで喋るだけなんですけど、最近、コロナ禍を経て、また、お渡し会とか、お見送り会とかっていうものが、私は声優さんのことを割と応援してるんですけど、そういうものが増えてきたんです。増えてきたというか戻ってきたんですよね。お渡し会とかお見送り会って何かっていうと、お渡し会っていうのは、例えばある商品、CD とか、DVD とか、そういったものを予約とか購入すると、それ自体がもらえる場合もあるし、それにまつわるグッズ、例えばステッカーとか、ポストカードとか、そういったものを、その作品に関係ある声優さんが、から受け取ることができて、で、そこで、例えば10秒とか、長いと30秒とか、喋れるっていう、催しなんかあるんですよ。さ、いわゆる販売促進の、策の一つなんだけど、それはそういう、CD 屋さんとかアニメグッズのお店が主催する場合もあるし、主催っていうか、実際メーカーが主催なのか、メーカーとお店の方で販売促進策として組むのかわかんないけど、やる場合もあるし、あとは、例えば、私がよく聞くラジオとかだと、ラジオの、イベントとかがあるとね、で、そこでイベントグッズみたいな販売して、で、そのグッズを、何千円以上購入した人は、そのお渡し会に、そのイベントが終わった後に参加できますよっていうのがあったりもする。で、お見送り会はもうちょっと、ライトな感じで、本当に、いわゆる会場から退出するときに、出入り口のところに声優さんがいて、で、立ち止まって喋ることはできないんだけど、ありがとうございましたとかって言いながら手を振って帰るみたいなことがあったりするんですよね。で、そういうものがだから、コロナ禍の時期はそもそもイベントがなかったし、そういうね、特に間近でお話しするとかっていうのは、やっぱり感染のリスクがあったりするから、ずっとなかった。で、最近ようやく、その参加する客席の側の方はマスクをしたままで、相手の人はマスクは、声優さんたちはマスクはしないで、で、前はアクリル板があったけど、ようやくアクリル板もなくなってみたいな感じで復活してきたんですよね。で、多分、やっぱりコロナ禍で一旦イベントに行くっていう習慣があんまりなくなったこともあって、なるべくイベントに来てくれた人たちにはそういう機会を持ってもらおうっていう感じで、割とサプライズで、お見送り会やりますって、事前に案内してる場合までは、当日に、やりますって、告知があって、みんなで結構、嬉しいサプライズですよね。あったりもするんですよ。で、私も今日、行ってきたイベントで、出演された声優さんが、最後、参加者全員にプレゼントを配布しますっていう話が出てたんだけど、そのプレゼントを直接渡して、もらって帰るみたいなね。で、そこはそんなにだからお渡し会じゃないから、そんなにすごく、話せないんだけど、一言挨拶してありがとうございましたとかね、言って帰るってことはできるっていうことがあって、で、やっぱり、あの催しっていいなとは思うんですよね。昔はね、ちょっとそこに出てくる、割と、ファンっていうか、ちょっと変わった人とかもいるんだけど、昔見たことあるの、お渡し会でグッズを受け取らないで、話だけして帰るとかね。あと、なんだろう、その声優さんの、要は時間が来たから、じゃあ、私から終わりですって言って、じゃあ次の人に代わってくださいっていうふうに声をかける人が、
まあ、例えば有名なスタッフの人だったりすると、そのスタッフの人と話すみたいな、ちょっとある種、何しに来たんだみたいな人たちがいたりしたんですよ、昔は。まあ、最近はちょっとその辺が逆に減ってきたかもしれないな、そういうなんか興味本位っていうか、なんかおふざけで来るような人が減って、やっぱり本当に会いたい人が来てるから、純度は高まってるかなって気がするんですけど、まあそういうことが、まあ、増えてきましたというのがあったときにね、なんかすごい、まあ、今日とかも参加して思ったのは、やっぱりその応援してる人に会えるように健康でいなきゃいけないなっていうことを急に思ったのね。なんか、それ本当に思ったなと。なんか、やっぱりああいうふうに声、挨拶して、実際会って顔、見て目合わせて、なんか、お話はできるって貴重な機会なんで、なんかそこで、そういう機会がこれからね、また増えてきたときに、きちんと参加できるように、なんか、健康でいたいなってすごい切に思ったんですよね。今、イベントがね、配信で見られるっていう、まあ非常にこれはいいことだと思うんですよ。今までだったら、東京でやってるイベントには、やっぱり東京以外の地域から行くのってすごい大変だし、なかなか見ることはできない。だけど、そういう人たちにも、まあ、配信イベント、配信、あ、まあ、配信、イベントを配信するということで、まあ、見ることができるっていうね。それは非常にいいことだと思うんです。で、それはそれで続いた方がいいと思うんだけど、でも一方でやっぱり、顔を合わせるって、すごく大事っていうか、すごく良いなと思うようにもなったんですよね。だから、まあ、配信で、だけで見ようとすれば見ることはできるけど、やっぱりちょっと、自分でも、なるべく、いろんな人に会いたいなと思って。で、そのためにはやっぱり健康でいなきゃなっていうのを、なんか、すごく思いますね。特にもう、私も40代半ばになってきて、そろそろアラフィフって言わなきゃいけないようになって、まあ言いたくないんで40代って言ってますけど、もう年齢が年齢だから、ちょっと、本当に、応援してる人になるべく長く会いに行けるようにしたいなってことをちょっと改めて思いました。っていう話。ただそれを思ったってことを言いたかっただけなんですけど、思ったな。なんかちょっと、それ、今ちょっと、まあもう11月、2023年も11月ですけど、もう今からの目標っていうか、モットーにして、いかに健康で、常識と良識があるオタクを続けるかっていうことを、考えたいなと思いました。そんな話です。